はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ニキータです。今、ダーチャにいるんですが、月曜日からやけにヘリが上空を飛んでおります。何かを探しての操作なのか、移動が多いだけなのか、こんなご時世ですので、ついつい気になってしまいます。ということで、今回も時事ネタをお届けいたします。水曜版ということで、プリゴージンの乱のその後を追います。戦況についてですが、現時点で大きな変化はありません。詳しくは次の日曜版でお届けいたします。それでは今回もラジオ感覚でどうぞ最後までお付き合いください。26日月曜日にプリゴージン氏が自身のテレグラムチャンネルに音声メッセージを投稿しました。今回の出来事で非常に多くの質問を受けたので、誤解を避けるために主な質問に回答することにしたからだそうです。まあ今回の件で自分に注目が集まり、また嬉しくなったのかもしれませんね。27日付のサルグラッド .tv に全文が掲載されました。まあ概要はすでに報道されていると思いますので、大きく2つにまとめてお伝えしたと思います。まずは彼が主張する反乱を起こした理由ですが、まとめると次のようになります。陰謀と無謀な決定により、この部隊は2023年7月1日に消滅することになっていた。ワグナーの指揮官らによる評議会が収集され、全ての情報を兵士たちに伝えたが、誰も国防省との契約に署名することに同意しなかった。私たちは国防省がやりたいことに断固として反対した。タイの移転の決定は最も不適当な時期に行われたが、私たちは兵器等をトロール船に積み込み、在庫を調べロストフに運んで引き渡すつもりだった。兵士たちの誰もがワグナーの究極の目標を知っていた。それはワグナーの破滅を防ぎ、特別軍事作戦中に専門外の行為によって膨大な数の過ちを犯した人々を裁くことだった。我々は抗議活動を示すため行進したのである。この国の政府を転覆させるために行ったわけではない。この時ルカシェンコ大統領が手を差し伸べ、ワグナーの今後の合法的活動のための解決策を見つけることを提案してきた。まず言っておきたいのは、日本のメディアもそうですが、西側メディアというものはロシアの話になるとプーチン大統領を必ず引き出してきます。今回もそうですが、プリゴージン氏がはっきりとこの国の政府を転覆させるために行ったのではないとか、セルゲイショイグ国防相とゲラシモフ参謀総長と話をつけたいと何度も語っているのにもかかわらず、必ずプリゴージン対プーチンという構図に持っていこうとします。まあその方が単純に視聴率が取れたり新聞が売れたりするからなのかもしれませんが、ワグナーの破滅を防ぎ、特別軍事作戦中に専門外の行為によって膨大な数の過ちを犯した人々を裁くことだったと本人が言っているので、少なくともある程度は正確な情報は伝えるべきだと思います。話をプリゴージン氏に戻しますと、国防省に契約締結を迫られ、その期限が近づいていたが、締結する意思はなく、ちょうど武器や装備品を国防省に返すタイミングで国防省が前線後方のキャンプ地にいるワグナーにいきなり砲撃を加え、ヘリからも攻撃してきて30名が死亡したという事件をきっかけに、反乱を起こすため返そうと思っていた武器兵器を使い行動に出たということになります。前回の動画でそのきっかけとなる爆撃後の現場映像をお伝えしましたが、実はその動画に映っていたのは一人の兵士の死体と片方の腕だけでした。今回のテレグラムの声明で死者が30名と初めて私も知りましたが、あの動画を見る限り30名もの死者が出たようには全く思いませんね。まあそしてルカシェンコ大統領が手を差し伸べたとおっしゃっていますが、この件についてはまた後半でお伝えいたします。二つ目ですが、24日の実際の動きの内容などについてです。次のように語っております。この作戦に強制的に参加したワグナーの隊員は誰もいない。国防省へと向かう準備ができているとした隊員たちは全員向かったが、これは最低限の数で 1-2% と推定される。24時間続いた全行軍中、1個渋滞がロストフへ向かい、もう一つの渋滞はモスクワへ向かった。日中は780キロを走行した。航空施設への攻撃を余儀なくされたことを残念に思うが、これらの施設は爆弾を投下しミサイル攻撃を行ってきた。地上では誰一人負傷者は出なかった。ワグナーの戦闘員のうち数名が負傷し2名が死亡した。彼らは自由意志で私たちに加わった国防省の軍人だった。国民はこの動きを求めた。行進中、人々は我々を応援してくれた。6月23日から24日にかけて、私たちが街の前を歩いていた時、民間人たちはロシアの国旗を持って私たちを出迎え喜んで、彼らの多くは今でも応援の言葉を書いてくれる。モスクワから200キロに近づいた第一攻撃部隊が大砲を配備し、その地域を偵察した瞬間に我々は立ち止まった。その瞬間、大量の血が流されることは明らかだった。と
まあこんな感じなんですが、ワグナーには2万5000人の兵士がいるとプリゴージン氏が語っていましたが、その後の情報ではこの反乱への賛同を約半数が拒否したそうですので、そうなると1万2500人となります。そしてそのうちの8000人は前線後方に残るとしており、残りは4500人になります。確かに4000名近くがモスクワへ向かったという情報もありましたが、プリゴージン氏の発言では実際に向かったのが1から 2% とありますので、250名から500名程度が実際には動いていたと推測できるかと思います。まあ、この人数ではロシア正規軍やその他の機関に対抗することはできなかったことでしょう。ここでフロリダのサーニャさんが27日のテレグラムチャンネルで興味深い分析をしていますので、その内容を共有したと思います。この地図上で横に伸びているのが全長1500キロもある丘川です。モスクワへと進むにはこの丘川を越えないといけませんが、ロシア国家親衛隊が対岸で待ち構えており、もしワグナーが川を越えようとする場合、橋を破壊して阻止し、それから砲撃戦が展開されることが予想され、先に送った偵察部隊から情報を知ったプリゴージン氏は、これは勝てないと悟ったのではないか、とサーニャさんは見ております。先ほどお伝えしました通り、プリゴージン氏はこう発言しております。モスクワから200キロに近づいた第一攻撃部隊が大砲を配備し、その地域を偵察した瞬間に我々は立ち止まった。その瞬間、大量の血が流されることは明らかだった。確かに言い換えるとですね、偵察してみたらちょっと危ないと思ったと。これ以上進めば本格的な内戦になると。そして自分たちも大いにやられる可能性がある。ということで、ここで我々は立ち止まったということだと思います。そしてロストフの方ではチェチェン共和国の特殊部隊アフマットがすでに到着していましたから、ワグナーが攻撃をかけた場合、北部と南部から攻め込まれ命を落とすことになる。そういう風にプリゴージン氏は感じ、モスクワから約200キロの地点でストップしたという見方が私も非常に有力だと思います。まあテレグラムチャンネルのプリゴージン氏の話し方ですと、どちらかというとストップしてあげた的なニュアンスで言ってますが、実際はやはり命が惜しかったのか、あるいは本当に最初からモスクワを攻めるつもりはなかった、争いたくなかったということなのでしょうか。そして日本のテレビではプリゴージンが撤退する際に拍手喝采を受け、プリゴージンの人気を強調するような報道がされているようで、視聴者さんからもどう受け止めればよいのかわからないと困惑されたコメントをいただきました。まあソレダールに続くバフムトの戦いでワグナーの存在、プリゴージン氏の存在は非常に有名になりましたから、ニュースやテレグラムチャンネルなどで見ていたそのプリゴージン氏本人が目の前に現れれば、ミーハー的な感じで皆さんも写メを撮ったりはしゃいだりすると思いますし、また内乱を起こさず平和的に撤退したことに対する拍手喝采であったかもしれません。別に彼らの主張を支持して歓迎していたわけでは全くないとは思うんですが、決してみんなが支持しているわけではない、まあそういう映像がありますので、とりあえずここでご覧ください。Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете? Вы кто такие? Речь отнялась. Кто старший? А я никому не люблю, я забыл. Вы мне конкретный вопрос. Кричит шумить, понимаете, Ваня, зачем? Вы панику вы поднялись. Да, вы хотите. Я такого хамства терпеть не буду. Кто такие?戦場ではなく、こんな平和な街で秩序の破壊を行っていることで、隊員たちを叱りつける真っ当なおじさんですよね。何か身分証のようなものを後ろポケットから出していますので、元軍関係者か執行機関の方なのかもしれませんが、私には至極真っ当なことを言っているおじさんだと思いますし、多くのロシア人はこのおじさんと同じことを考えているんではないかと思います。次は元ワグナー隊員がアップした動画です。どうぞご覧ください。今日、24日、Я снимаю со своего постока боевое знамя ЧВК «Вагнер». Ребята, вернитесь домой, пожалуйста. Прекратите эту смуту. Она никому не нужна. Честь, Родина, отвага, кровь. «Вагнер».
この方は涙ながらに隊員たちにおとなしく引き上げるように呼びかけています。当然ですよね。誰と戦おうとしているのか。元隊員としては国の勝利を思い命を懸けて戦ってきたわけですから、内戦を起こすなんてとんでもない、そう思ってると思います。正規軍とは違う民間軍事会社ワグナーという存在だからこそ、祖国への敬意を示してほしいと、そう思われてるんじゃないかと思います。ところで、またまたモスクワの重鎮坂口さんから、ダイヤモンドオンラインに26日に掲載された元外務省の主任分析官佐藤勝さんの記事を送っていただいたのですが、その中で佐藤さんは、プリゴジン氏ですがプーチン大統領の性格や価値観を理解できていなかった、読み誤ったと書かれています。私もそう思います。プリゴジンさんは下手をすると、私は愛国者で国のためを思って行動しているから、プーチンさんは許してくれるだろうと安易に考えていたように思っています。そしてまた佐藤勝さんは、プーチン大統領は裏切り者は絶対に許さないとも書かれていますが、前回の動画でもお伝えしましたが、プーチンさんは24日の朝9時の演説で、これは裏切り行為だと明言していました。プリゴジンさんが言葉では愛国者と名乗っても、その行動は愛国者的な行動とは言えません。今回はルカシェンコさんの提案に乗った形でプリゴジン氏をベラルーシに行かせましたが、いつか彼は罰せられることになるのではないかと私は思っております。27日火曜日にクレムリンで軍関係者との会談が行われましたが、プーチン大統領はその際に、ワグナーについてはご存知の通り、私たちは常に彼らに大きな敬意を持って接してきました。なぜなら彼らは勇気と英雄的行為を示したからです。そこで奉仕した人々は国で尊敬されていましたと発言した後に、ワグナーグループ全体のコンテンツは完全に国家によって提供されていましたと発言しています。さらに2022年5月から2023年5月まで、国はワグナーに対し給与やインセンティブという形で862億6200万ルーブルを支払いました。さらに保険支払い額は1101億ルーブルに達しました。その所有者であるコンコルド社は800億ルーブルを稼いでいます。誰も何も盗んでいないこと、または少なく盗んだことを願っていますが、我々はこれら全てに対処します、こう語っております。このコンコルド社というのは、ワグナーの他にケータリング会社、建設会社、メディアなどを持つプリゴージン氏が経営するホールディング会社です。862億6200万ルーブルということは、今のレートで言いますと約1454億円、稼ぎが800ルーブルということは約1348億円になります。ワグナーは民間軍事会社ですので、まあ国から補助は出ているものの、メインの収入はスポンサーや支持者から得たお金だと思っていましたが、まさかこんなに多額のお金を国から受け取っていたとは思いませんでした。こうなるとですね、プリゴージン氏が今まで SNS で作り上げてきた民間人対官僚というイメージが変わってきますよね。官僚の不正と戦う民間人だからこそ、一部の国民の支持を得ていたようなものですが、実はどっぷり国から資金を得ていた、しかも悪さをしていたとなると、イメージダウンは必須ですよね。前回の放送で24日に保安局がワグナーのペテルブルク本社に家宅捜索を行った際、大量の資金を見つけたとお伝えしましたが、その後分かったところでは金額は約40億ルーブルだったそうで、段ボール箱に大量に入っていたとのことです。この大量のお金の出元は国の資金ということだったんでしょうか。まあどういう目的で使うつもりだったのか、国防省から拒否された武器弾薬購入費か、あるいは逃走資金か、または捜査逃れのために隠す直前だったのか、やはりどうも蓋を開けるとお金の話は尽きないようですね。しかしこういった具体的な数字をプーチンさんが公表したということは、その怒りはまだ収まっていないようですね。今後はロシアの財務当局がこのコンコルド社の捜査を実施することになっているとのことです。次はプリゴージン氏とショイグ国防大臣との隠れた関係についてお伝えいたします。ロシアには民間軍事会社というのは、ワグナーだけではなくて、レドゥートとかですね、皇帝の狼を意味するツァールスキー・ウォーキーとかですね、ヤストレブなど多数存在しますが、その中のチェーベーカーパトリオットという民間軍事会社は少し性格が異なるようです。同社は2018年に設立され、当初はシリアでの戦闘に参加していました。この会社はロシア国防省と密接な関係があり、なんとですね、セルゲイ・ショイグ国防省と密接な関係があると噂されています。ロシアの報道によると、どうやらこの会社は元々がチェーベーカー・ワグネルと競合するために設立されたとのことです。ちなみにこのパトリオット
ともウクライナでの特別軍事作戦に参戦しているようです。ただこのパトリオットに関しては情報があまり出てこないのでよくわからないようですが、どうやらなかなか前進が進まないウグレダールへの攻撃にも参加しているようです。なるほどですね。ワグナーに対抗させるために創設された民間軍事会社パトリオットのバックにはショイグ国防相がいる。私はなぜプリゴージン氏はこれほどまでにショイグ国防相を敵視するのかいまいちわかりませんでしたが、これでなんとなく理解できてきたように思います。プリゴージン氏の視点から見れば、自分の民間軍事会社の競合者の背後には軍隊を取りまとめる国防大臣がいる。その大臣が国防省との契約を義務付ける命令を出してきたわけですから、まさに存続をかけて勝負に出たということなのでしょうか。まあもちろんショイグ国防省個人がバックアップしているということではないと思います。ワグナーだけに肩入れすると今回のような出来事が起きたり、将来的なリスクは非常に高いですので、バランスを取る意味でも国の影響の強い民間軍事会社を持っておく必要性があるのかもしれませんね。そして最終的にはルカシェンコ大統領に救われたプリゴージン氏ですが、なぜルカシェンコ大統領が手を差し伸べたのでしょうか。日本のテレビではベラルーシのルカシェンコ大統領が仲介に入ったことに関して、いやいやながらも押し付けられたので受け入れた可能性もあるなどと報じていましたが、これはロシアとベラルーシの関係、プーチンさんとルカシェンコさんの関係、そしてベラルーシの置かれている現状を全く分かっていない見方だと思います。以前にもお伝えしましたが、ルカシェンコさんはウクライナ紛争に関して、ロシアとウクライナは我々と同じスラブ民族であり兄弟同士なので戦う必要はなく停戦すべきだと常日頃からおっしゃっていた方で、プーチンさんとの関係も非常に良好です。例えば昨年秋にロシアで動員が行われた際、一部のロシア国民が国外に逃げ出した際にも、ルカシェンコさんはプーチンさんに対して、出て行った人たちは放っておきなさい、いつかは国に戻ってきますからと、実際に自国民が逃げた経験を持つ先輩としてのアドバイスをしているくらいです。ですので今回の件もルカシェンコ大統領はいやいや受け入れたのではないと思います。27日火曜日にルカシェンコ大統領の談話が報じられました。ルカシェンコ大統領はベラルーシ軍の将校らへの肩章の贈呈セレモニーでプリゴージンの乱について語っています。その中でルカシェンコ大統領は、ロシア南部で起こった出来事を見るのは苦痛だったと語った上で、ロシアで一体何が起こっているのか情報を受け、ベラルーシ軍を完全な戦闘準備状態にするべく様々な命令を出したとのことです。そして24日土曜日の正午には、軍や警察を含む全ての軍隊特殊部隊が完全な戦闘準備体制に入っていたと語っておられます。ベラルーシはウクライナ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、そしてロシアと国境を接しています。つまり戦争当事国、そして NATO 加盟諸国と国境を接しているわけです。そしてルカシェンコさんによれば、ウクライナ軍から現在ほぼ毎日ベラルーシ内への死体の投げ込みから意図的なドローン飛行に至るまで様々な挑発行為を受けているとも語っております。昨年からですね、すでにこういった挑発行為をウクライナ軍は行っており、私も国境線のある鉄橋を越えて記念写真を撮るウクライナの偵察破壊グループの動画など数本見た記憶があります。そしてまたルカシェンコ大統領は、もしロシアが崩壊したら我々は瓦礫の下に残り全員が死ぬことになる、彼らは再び私たちの国地域全体を爆破して人々を混乱させようとしていますとも語っております。彼らとはもちろん当然 NATO のことです。このようにルカシェンコ大統領は、 NATO はベラルーシを戦争に巻き込もうとしていると認識しているわけですから、ロシアに対しては友好関係を深めているわけです。そしてまたベラルーシの軍用飛行場にドローンを飛ばし、我々はいつでも攻撃できるというメッセージを残した反体制派の動画を以前お伝えしましたが、結局犯人はウクライナ軍の偵察破壊グループのメンバーで後に逮捕されましたが、こういったウクライナ軍や NATO 関係の工作員がルカシェンコ政権の転覆を狙っているとの見方も非常に強くあります。ちなみにルカシェンコ大統領は、今回のプリゴージンの乱の際に軍や治安当局に戦闘準備状態を取る命令を出したとお伝えしましたが、この際それに反対する者はいなかったとも語っております。ちなみにこのプリゴージンの乱に関してはいろんな説が出ていますが、プーチン大統領、ルカシェンコ大統領、プリゴージン氏がグルだったと仮定した場合の有力な説は反対勢力のあぶり出しですよね。結果は両国とも反対勢力は出てこなかったわけですが、とにかくベラルーシという国はロシアと運命共同体ですので、東欧諸国に対するロシアの窓口といっても過言ではない存在です。先日戦術
核が配備されたことで核の脅威により攻め込まれる可能性は低くなってきますが、ルカシェンコ大統領としても国民を守るために軍事力は欲しいところですから、前線で実績を出しているワグナーがベラルーシに常駐することになれば脅威になりますので、プーチン大統領に罰することはせず、ここはひとまず我々に託してくださいと申し出たのかもしれませんね。ルカシェンコ大統領はこの肩章の贈呈セレモニーで24日土曜日のプーチン大統領とのやり取りを語っております。午前9時からのプーチン大統領の演説を聞き、残酷な決定が下されたことを理解したとして、演説後にプーチン大統領に電話を入れたそうです。そしてプーチンさんに決して決断を急がないように提案したそうです。この際プーチンさんはルカシェンコさんにこう言ったそうです。サーシャ聞いてくれ、無駄だよ。彼はプリゴジンのことですが、彼は電話にも出ない、誰とも話したくないようだ。プリゴジンに電話をしたけど出なかった、それであの発言につながったということですかね。そこでルカシェンコ大統領がプーチンさんに彼が直接プリゴジンに電話をかけると申し出たそうですが、それがモスクワ時間の11時、ルカシェンコさんはプーチンさんにこう言ったそうです。どうやって連絡すればいい？電話番号をください。かなり砕けたロシア語ですので、ここでも二人の仲が垣間見れます。そしたらプーチンさんが、おそらく保安局なら知ってると思うよと返したので、ルカシェンコさんは早速確認し電話番号を知ったそうです。この正午の時点でロストフナダヌーとの間に3つの電話回線が設置されたとのことでした。こういう話を聞くと、やはりルカシェンコさんがプリゴジンを救ったということのようですね。もちろんルカシェンコさんとプリゴジンさんは20年来の知り合いだったということもあるでしょうが、それ以上にベラルーシには特に対ウクライナ、ポーランドでいろんな意味で強い部隊が必要だったことの方が大きいでしょう。つまりワグナーを抑止力の一つにしようとする狙いがあるのかもしれませんね。ただこのプリゴジンの乱、なかなか真相が見えにくいこともあります。また何か情報がアップグレードされましたらお伝えいたします。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネルのご登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。